じゃあちょっとだけ赤の容器ちょっと下げてみます。周り何も見えんすね。こういうこれぐらいのウィードの背の高さのところを引っ張ってるんで、もう水面から1メーターも潜るともうウィードすぐ拾っちゃうんで、こういうエリアをゆっくり探る活性活性のやつを拾うときにどうしてもゆっくり探らないとダメなんですよね。で、そういうときにゆっくり探れるルアーっていうのがすごい限られちゃうんですよ。なので、まあ、活性高いときはねトップとかでもいいんですけど、ポッパーとか、ダブルスイッシャーみたいな、トップウォーターでもいいんですけど、それだとやっぱりね、朝は水面が冷えてる可能性が高くて上まで出てこないということが多いんで、そういう時はやっぱりこういうステルスじゃあすごい重宝します。やっぱり水面に立ったね数十センチ、今探ってるのが多分2、30センチぐらいのところ僕引っ張ってると思うんですけど、水面から、ね、水面まで20センチとか30センチしか距離ないんですけど、それでもねチョーカー天と地の3位になったりするんで、あのステルスはこういう時でもすごい有効ですね。一番インサイドですね、ほとんどもう岸底そこに見えてますけど、広いウィードフラットの一番インサイドはウィードにブロックされてるんで、沖の水とかが荒れにくいんですよね。水の変化が少ない、だから魚が残ってることが多い、残ってるっていうか魚の活性が残ってることが多いですね。多分湖全体に魚はいるとは思うんですけど、また食いました。こういう感じでとりあえず活性は残ってるって感じですね。これもサイズはそこまでね、可愛いサイズですけど、もうとりあえずはその活性は残ってて一応動けるやつはいるって感じですね。だからここに大きいやつがいてくれれば同じように食ってくるかもしれないですね。もうこの時期はね活性残るエリアっていうのは限られてるんで、反応のあるエリアであとはルアーだったりとか巻き方とかリトリーブのレンジですよねっていうのを合わせていってもらった方がバスに近づくと思います。こうホコリがね乗っかってるような感じなんですよね、よく見てもらうと分かりますかね。でこれをこうやって揺するとこうやって煙出るじゃないですか。これ出ると食わなくなるんで、なんでウィードにタイトに通したいんですけど、タイトすぎるとウィードに触れて今の煙が出てそのバスが嫌がっちゃうんで、そうですね。だからウィードタッチするしすぎるぐらいだったら重曹ひたすら引っ張った方が釣れますね。まあこの時期の肝は絶対ももこの時期の本当にね肝はウィードにタイトに通したいんですけど、ウィードに触れずにタイトに通すことですね。本当要はステルスが今10センチ20センチとか深くても多分30センチぐらいのところを引っ張ってるんですけど、それがやっぱり、ウィードが背が低くなって例えば2メーターぐらいまで背が落ちちゃうと距離がどん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 バスのポジションと距離が離れてっちゃうんですよね。だから多分追えないっていうか、なんでなるべく背の高いところをその狭い隙間ですよね、水面とその狭い隙間を引っ張ってあげた方が魚の反応は出やすいですね。春っていうのは分かり例えると春は釣れるエリアとサイズって大体一緒なんですよね。ただ秋っていうのはさっきみたいに手のひらサイズが来ればその次にでっかいのが来たりとか、もうバラバラなんで気が抜けないというか、とりあえずその反応のあるエリアを探すっていう方が大事ですね。とりあえず反応のあるエリア、あとは反応のあるアプローチですよね。それを見つけることができれば、なんていうのかな、そこからどん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 動いてっていうよりはそのエリアの中でいろんなことを試してもらった方が魚には近づくと思いますね。
ステルスの110ですね。で今このエリア来てどうですかね、30分ぐらいしかやってないと思うんですけど、これで4匹目かな、立て続けですね。もうほとんどワンスポット、ワンスポットって言ってもピンではなくてエリアですね、完全にあのエリアと釣り方がマッチしてくるとこうやって連チャンしてくるんで、こういうエリアをいかに見つけられるかですね。もうなんせターンオーバーのこの時期は、水が悪いんで、とにかく水が安定したエリアっていうのがキーになってきます。はい、クランクベイトってリードに引っ掛けて揺するんじゃないのみたいないやいやいやみたいな。ステルスはね本当にベイトを送ってるやつを狙ってるんで、バイト数も多くなるし、まあバスの活性があればそれだけで釣れるっていう釣りなんですけど、どうしてもこれから先はね、そのこっから先、冬になっていくと活性がなくなってくるんで、活性なくなったやつはもうリアクションでパッと食わす、稚魚ですよね。ヒューボーの群れを散らしてスピードで散らして、あのバスにスイッチ入れてリアクションで食わすんで、あのずっと中層を引っ張った方がいいんですよね。そのウィードに当てちゃうとウィードについてるやつが食っちゃうんで、それであのそれそういう魚っていうのはあの体力がないからウィードにつくんですよね。で体力あるやつはもう秋はやっぱフィーディングっていうか餌を意識すごいしてるんで、あのもうウィードに触れずに速いスピードでリアクションで食わす。で深いレンジをやっぱスピードハイスピードで巻くっていうと、やっぱクランクベイトが一番理にかなってるんで、あのファットペッパー、まあ、泳ぎの安定したクランクベイトですね。この釣りに関してはあのもうリアクションバイトだけなんで、狙いはあの魚探よく見て魚気あるなって思うところやるっていうのがもう絶対バスへの近道になると思うんで、同じとこ何十回投げてもらってもいいんですよ、リアクションなんで。そのバスの距離感とかスピードとかレンジとか、どのバスに対してどの角度で通るとかっていうちょっとした違いですよね。それだけで食ったりするんで、同じところに20頭30頭しても20頭目30頭目に釣れることもあるんで、大事なのは魚探だったりとかで魚気があるようなところ探してもらってやってもらうと、もうなしつこくしつこくやってもらうと、そのうちリアクションでタイミングが合えば簡単に振ってくるって感じですね。もう竿はもう TF の 74CMJ これしかないです。これ以上のものはないと思います。ファットペッパーを代表するディップクランキング 3m から、まあ、マッドペッパーマグナムぐらいまで、4m ちょっとぐらいまで 4.5 とかですねぐらいまでのものに対しては、もう僕もこれしかないなって思うぐらい、これ以外だともう釣れる気しないっていうぐらいこれがすごい心地いいんで、すごいおすすめですね。おすすめというかもうこれでやってもらえれば、で魚釣ってもらえれば多分やみつきになる竿だと思います。本当ディープクランク、ディープクランクというかクランキングのための一本ですね。で秋は巻き物ってよく言われますけど、ただこうこうやって巻いてるだけだとね、なかなか釣れなかったりとか、あとは釣れてもちっちゃかったりっていうことがすごい多いんですよね。で特に今日みたいに風がない日とかっていうのも当然出てきますし、風が吹いてくれれば、白波とか、まあ、出ないぐらいまで吹いてくれれば、出るか出ないかぐらいまで吹いてくれればね、巻いてるだけでゴンで活性上がって釣りつくことはたくさんあるんですけど、こういう日とかやっぱね、いい時よりも悪い時の方が多いんで魚釣りっていうのは。
なのでこういう時こういう状況に陥った時っていうのはやっぱりこっち側人間側で一工夫させてあげないとなかなか壊すことできないんですよね。まあこれからねどんどん冬に向かっていくんですけど、まあ基本的にはどんどん釣れる魚が減っていきます。なので寒さにも強い個体をやっぱ狙わないとなかなか釣れなくなってくるんですよね。ちっちゃい魚とかっていうのはやっぱり寒さに弱いんで、で大きい魚っていうのは正直50を超えるようなやつって消費込んでも正直僕は食わなくなるっていうことはないと思うんですよ。食わせられなくなるっていうのはないと思うんで、やっぱこうなんていうんですかね、食わすきっかけを与えてやるっていうのがすごい大事で、クランキングに関してはやっぱりスピードをバスにあって思わせることですよね。まあ泳いでるね、綺麗なやつですよね。お、取れました。おお、やっと。よしよしよし。これ泳いでるやつ取れましたわ。アユにくっついとるやつ。ベイト食ってるやつ、完全中層。うわ、針一本、針一本、針一本。よいしょ。こいつね、めっちゃ元気なんで、まあまあテクナなんでね、負けることはないですけど。うわ、テルク一本。どうしよう。まだ引くんでね。うわ、怖いよ。バレに取ってくれよ。よいしょ。うわーっと、よいしょ、出たカットペッパー早巻き。これね、後ろからついてきてるんですよね。こんなかかり方。なんでね、このバイトを取るためにやっぱりこうあったタックル、この弾かないロッドですよねっていうのが必要になるんですよね。あのスピードで巻いてるんでどうしてもティップが入ってくれないと弾いちゃうんで。